イナリーオプションでお金持ちになるっていうのはもう算数的にありえないっていうことですから、期待リターンはマイナスなわけです。はい、こんにちは、オロチです。今日はですね、以前取ったバイナリーオプションのね、まあ、マルチ商法みたいなのが大学生の間で流行っていて、まあ、それのね、被害が続出しているというところで、まあ、バイナリーオプションをね、投資でも何でもないんだよっていう話とか以前したと思うんですけれども、やっぱりね、投資というものに対するイメージとか認識っていうのがだいぶね、本当の意味でのその投資っていうものとこう乖離があるなっていうのはすごい感じるわけです。でここでね、なんかバイナリーオプションを投資とか言って表記してしまうのは、結局そういうところで変なイメージが定着してしまうっていうのが、まあ、あるなというふうに思ってるわけですけれども、ちょっとここをですね、論理的に解説していきたいなというふうに思うわけです。何が言いたいかというとですね、バイナリーオプションでお金持ちになることは 100% できませんというね、話をしたいと思うんですね。ですから、まあ、今日の動画はですね、もし皆さんの周りにね、バイナリーオプションをやろうか迷ってる人がいたりですとか、実際バイナリーオプションをやってる人とかがいたらですね、ぜひこの動画をまあ見せてあげてほしいですね。でもし皆さんご自身がですね、これからバイナリーオプションをやろうかななんていうふうにもし考えられてる、ね、方が見えるとすれば、ちょっとね、今日のこの動画の内容を見て考え直していただければいいかなというふうに今思ってるわけです。でですね、まあ、バイナリーオプションをやろうというふうにまあ考えられている方とかっていうのは、その投資以前の問題として、四則演算がね、しっかりとできるようになった方がいいじゃないかなというふうに思っているわけです。そのね、お金持ちになるとか、そのお金を稼いでいくため の、 そのアプローチとして、バイナリーオプションを選ぶということが、まあ、どれだけね、クレイジーなことなのかということがですね、まあ、簡単なね、算数を使えば分かる話なので、そこをね、お話ししていきたいというふうにまあ思っているわけです。だからどういうことかっていうと、その今の可愛い子のおかげで何を話そうか飛んじゃったんですけど、要はバイナリーオプションでお金持ちになるっていうことが算数的にいかにありえないか、そこをお話ししていくんですけれども、そもそもね、そのバイナリーオプションっていうのは、その為替においてですね、一定期間、一定時間の未来において、その取引対象の通貨ペアのレートが上にあるか下にあるかっていう、これをね、当てるという、こういう金融商品取引になります。まあ、例えばなんですけれども、1分後にですね、ユーロドルのレートが今より高いか安いか、これを当てるというね、こういった取引です。通常ですね、投資家っていうのは時間に対してプレミアムを乗っけた形で金融商品の値段っていうのを決めてくれます。例えばですね、これオプション取引を例に考えたいんですけれども、権利行使までの期間が長ければ長いほど時間的価値というね、これが上乗せされた値段っていうのがついています。例えばユーロドルのプットオプションでいうと、これ1ヶ月先満期のオプションよりも当然ですね、3ヶ月満期のオプションの方が時間的価値というのが上乗せねされています。だとすればですよ、バイナリーオプションというのはこの時間を選ぶっていうこの権利を投資家が放棄しているわけですから、このプレミアムっていうのをもらって叱るべきですよね。しかしながらですね、まあ、やる方だったらご存知だと思うんですけれども、実際のバイナリーオプションではですね、時間のプレミアムをもらえるどころか、その予想を当てて勝った時にね、もらえるリターンっていうのが倍をね、下回るんですね。大体のバイナリーオプションっていうのは、負ければですね、全額没収されて、勝てば、かけた元本プラスの 85%、これが払い戻されるっていうのが一般的です。つまりですね、これどういうことかっていうと、負けた時は全額失うにもかかわらず、勝った時は倍にならないっていう時点で、期待リターンはマイナスなわけです。しかもですね、これ以前の動画でも言ったんですけれども、短期的な為替の値動きっていうのは一般的にはですね、ブラウン運動と呼ばれるものに近いというふうに言われています。ですけど、そもそも相場ってどっから始まってるかというと、花粉あるじゃないですか、花の、はいはい、あれ花粉を水の中に入れると、花粉ってめちゃくちゃランダムに動くんですね、うん、要はその花粉、そうそう、ブラウン運動、ブラウン運動読みました？あ、はい、出てきました。うん、ブラウン運動の話から、正規分布までのその流れっていうのが全部書いてあるものが
あって、それまた田淵さんの方でめちゃくちゃいい本があるんですけど、ブラウン運動っていうのは要するに何かっていうと、いわゆるですね、全く予想することができない動きっていうのをランダムにするという、こういうことです。そういうことを意味してるっていうことは、つまりですね、短期的には上がるも下がるも確率は五分五分だということです。この点ですね、 FX 取引っていうのは自分のタイミング、自分の好きなタイミングで反対売買っていうのを行うことができるというね、こういう権利を持っているわけですから、もちろん究極的にはゼロサムゲームではあるんですけれども、例えばこう時間とともに変化するファンダメンタルズとか取引参加者の動向、こういったものがですね、時間が経つにつれて相場に織り込まれていって、ブラウン運動のファクターっていうのを減少するので、やり方次第ではっていう正し書きがつくんですけれども、プラスのリターンを出すっていうことも不可能ではないです。しかしですね、今日これ説明してきた通り、バイナリーオプションっていうのは時間のプレミアムを放棄された超反博打であって、さらに期待リターンが算数的にマイナスっていうね、それにプラスして値動きはブラウン運動のファクターが大半を占めるっていうね、これはですね、もう長期的に取引を繰り返せば当然ね、その結果っていうのはマイナスにね、収束していくという、もうこれはですね、至極当たり前のことになってくると思うんですね。まだ100歩譲ってですね、 FX の自動取引で金持ちになろうっていうね、こういう詐欺だったらまだ100歩譲ってね、分かるんですけれども、今日話してきたね理由から、バイナリーオプションでお金持ちになるっていうのはもう算数的にありえないっていうことですから、最初に言ったようにですね、そもそもこういったものに引っかかってしまうということは、四則演算、これがですねできないということを自らね証明してしまっているようなものなので、最初に言ったようにですね、その投資以前、投資云々の前に、この四則演算というものをしっかりとね考えてから、投資でも何でもねやりましょうという話でした。はい、ではですね、今日の話が少しでも学びになりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは。